Hey guys, welcome back to another episode of The Legend of Heroes Trails in the Sky, second chapter. It's your boy Calagor Gaming, and you know how we do things around here. Operation Capture the Dragon. Let's see what we got. Nanda onushika. That's not what you said. You said something about what? Ananda. I know Japanese now, boys. Doushitano, Morgan Shogun? Aratamete sakusen keikaku o minaoshite ita tokoro da. I done goofed. 完璧に見える計画でも時を置いて見返せばアラが見つかるものでな。それで何か欠点は見つかった？いや、今のところはない。よほど不測の事態がない限り。残念ながらさすがに今回はお主らの出番もないだろう。ま、だといいんだけど。でもいざとなったら私たちも手を貸すわよ。上官を許可してくれたんだもん。少しは期待されてるってことよね。無論そのつもりだが、お主らが自由に動けるのは我々の作戦が終了した後の話。作戦行動中はあくまでこちらの指示に従ってもらうぞ。大丈夫。まずはおとなしくお手並みを拝見させてもらうわ。ふん、小娘が言いおるわい。竜と遭遇するまでまだ若干の猶予があるはずだ。それまでせいぜい準備を整えておくがいい。Alright, so then, what are we working within here? Did you just... She did! Look! That's awesome! Ah, that's awesome. It's the small things in life. Dorothy! Fam! Please! Hi, Dorothy! Oto de atte irai ne! Satsuei no choushi wa dou? Mou bacchiriWhat kind of question is that? この子とっても可愛いから、どの角度からでも OK なの。この子って、ハルセイユのことか。もう、ドロシーは相変わらずマイペースね。エステルちゃんこそ、いつも通りの元気なエステルちゃんでよかった。それはどういたしまして。あれ、ドロシーも心配してくれてたの？それはもちろん。あのヨシュア君の写真撮ったのは私なんだよ。そのせいでエステルちゃんが落ち込むなんて嫌だなって。そっか。気にしないでいいってば。私の方がお姉さんなんだし、エステルちゃんを励まして当然だよ。 What? もし他にも悩みがあったらいつでもドーンと相談しちゃって。ありがとう。考えとくわ。So, 竜が出てくるまではまずこの子のお顔を撮って、その後は館内の撮影のふりして女隊長さんを隠し撮りするんだ。よう、エステルじゃねえか。 What up, my dude? 竜が現れるまで暇つぶしってところか。 It is what it is. まあそんなとこね。ナイアルたちは早速取材？いや、同じく主役のご登場を待ってるところさ。一応アルセイユを何枚か抑えさせてるがな。それにしても今回はラッキーだったぜ。確かに通信社には美味しい話よね。世間を騒がす竜騒動と一緒に親衛艦の取材までできるなんて。竜と飛行艦隊の対決ってだけでとんでもねえ特ダネだからな。今回の同行取材にもほとんど全ての通信社が手を挙げたって話だぜ。やっぱりそうなんだ。でもよく選ばれたわね。ひょっとしてくじ引きとか？アホなわけねえだろ。うちを指名してくれたのは過去の報道を評価してらしい。あのクーデター事件での実績がここに来て聞いてるってわけさ。 I'm happy for you, my dude. へえ、すごいじゃない。王国軍の人たちにもちゃんと評価されてるのね。いい記事を書いてりゃいつか評価されるってことだな。まあそんなわけだから今回も情報提供よろしく頼むぜ。こぼれ話的なエピソードがあると紙面を組むとき助かるんでな。了解したわ。ところでエステル、あのユリア大尉とは親しいのか？親しいっていうのとはちょっと違うと思うけど、まあいろいろあったし付き合いは結構長いわね。だったら一つ紹介してくれやしないか。あの女隊長の特集を組めって読者の要望がすごいんだよ。ユリアさんってそんなに人気があるんだ。ああ、クローディア殿下に対抗馬現るって感じだぜ。
How many pictures do you really need, Dorothy? Will you calm down for a sec, man? 写真集の企画を進めてる出版社もあるっていう噂だからな。写真集？ま、あくまで俺たちの業界での噂さ。そんな企画立ち上げたって取材許可が下りるわけね。まあ、そりゃそうよね。I'm off my G. Alright, so we have this part of the ship as well. 知らねえ。こんなとこにいたんだ。あら、エステルは散歩？うん、そんなとこ。風にでも当たってたの？ And what the fuck is up with these questions, Estelle? いい天気だし、くつろがせてもらってるわ。出番に備えて休むことも私たち遊撃士の仕事よ。特に今回みたいに時間が空くときはなおさらね。うん、それは分かってるけど、シェラネーは今回の作戦が失敗すると思ってるの？さーて、どうだろう。まあ常識的に考えれば成功する可能性の方が高いわね。But video game logic says we gotta be the heroes. 何しろ虎の子の警備艇が12隻も出撃してるんだもの。どれほど古代竜がすごくても逃げ切れるとは思えないわ。うん、そうだよね。今回はモルガン将軍もすごく自信ありげだったし。でもそれはあくまで表向きの顔に過ぎないわ。遊撃士を乗せることには少なからず反対があったはず。それを振り切ってまで同情を許可したってことは、モルガン将軍にも不安があるってこと？そう考えるのが自然でしょ。ま、だからこそ今はリラックスってわけよ。なるほど、納得。I'm good, man. I'm on full CP. I got this. 私も散歩を続けてこようかな。そうなさいな。It's best for us to conserve our energy. I guess I'll walk around. Good. That's what I like to hear. 大きな船に乗る機会なんてそうそうないんだから。うん、そうだよね。じゃあ知らね。え、また後でね。私たちを乗せたってことは、将軍にも不安はあるのよ。いつ出番が来てもいいように準備だけはしておかないとね。ま、それまでせいぜいくつろがせてもらいましょう。Sounds good. Let's see. Who else do we have? There are the stairs. Yo. エステルさん、もしかして落ち着かないんですか？うん、ちょっとね。じっとしてられなくて。The game won't let me. I would take a nap. そういえば、定期船でもいつもお散歩されてましたね。I have to. 言われてみれば確かに。行儀よく座ってるのってなんか窮屈なのよね。エステルさんらしいです。でもアルセイユではそんな心配はいりませんよ。え、どういうこと？王家の所有とはいえ、この船は巡洋艦ですから、一般の飛行客船とは運動性能が段違いなんです。最大船速での飛行となれば立っているのも無理なくらいです。そんなにすごいの？きっと驚かれますよ。まるで嵐にあったようですから。そうなんだ。じゃあさながら今は嵐の前の静けさってとこね。ええ、おっしゃる通り。館内をご覧になるなら今のうちだと思いますよ。あっと、言えてるわね。じゃあ私は散歩を続けるとするわ。はい、では後ほど。エステルさんのお言葉通り、館内をご覧になるなら今のうちかもしれません。これはこれはエステル君。I thought you were a dude. アルセイユは気に入ってもらえたかな？うん、もちろん。さすがに女王様の船は一味違うなって思ってたところ。お褒めに預かり光栄だ。新型エンジンが間に合い、我々もホッとしているところだよ。もっともこれほど大規模な作戦があるとは思わなかったが。確かに、まさか竜が現れるなんて。ああ、我々にとっても全く未知の相手だからな。万全の計画があるとはいえ、油断することは許されない。万が一の場合も考え、覚悟しておいた方がいいだろう。その万が一に備えて私たちが呼ばれたわけか。ああ、できれば諸君の手を借りずに済ませたいものだが、いかなる結末が待つものか、今はエイドスのみぞ知るというところさ。Yeah, I'm one of those braces.
Yo, yo, no one likes a cocky motherfucker, Lux. Ow! I thought I was talking to the motherfucker on the left. Echo? Ooh. We're finished talking! Oh my god. I don't have a post. See, you should be more like Leon. Echo. Leon is cool. Echo won't get a Christmas card. So this is the only way. Hey, Mr. Olivier. Where's Zen at? Wanna play pool? Who wanna play pool? I wanna play pool. Alright, let's see what you got for me, man. I'm hungry. Oh. Damn it. Oh yeah, Esther君。館内の散策中かい？ I am indeed. ま、そんなとこだけど。って、あんた。作戦前に何飲んでるのよ。We're just observers. I don't blame you. これは前祝いの杯だよ。天才詩人と伝説の竜との運命的開口を祝っているのさ。天才詩人はともかく。もしかして帝国にも竜の話があったり。ああ、もちろんあるよ。ボース地方にほど近い南部では竜の目撃談や伝承も多くってね。百日戦役の前には帝国科学院の呼びかけで調査隊が計画されたこともある。へえ、本格的じゃない。やっぱり帝国人にとっても古代竜は未知の存在なのね。うん、おおむねはそう考えて正しいだろうが、だが帝国人の場合はもっと割り切った考え方をするかな。割り切った考え？リベール王国と比べると随分と植物的なんだよ。今回の事件が帝国で起きていれば即座に捕殺の命が下っただろう。外敵には完全と立ち向かうのが帝国竜のやり方だからね。竜だろうが何だろうがお構いなしに叩き落とすはずさ。なんか殺伐としてるわね。武を持って国を案ずるがエレボニア帝国の流儀だからね。愛と平和の使者たる詩人にとってはいささか悲しいところではあるよ。竜が帝国に逃げ込むのもなかなか興味深い筋立てではあるが、現実になったら新たな紛争の口実にされるのが関の山だろうね。モルガン将軍もそのあたりのことは十分に配慮して指揮を取るはずさ。So where else can I go? This is General Morg. Ah, there are more stairs here. Yo! And if it can't, you're freaking fired, dude. Alright, Mr. Dragon. Oh. How many more rooms? So many more rooms. Any... Woo! Really? I don't wanna. Are you good, my dude?Did those lockers do something to you? Yo, Esther じゃないか。どうしたこんなとこまで。ジンさんこそこんなとこで何してるの？ひょっとして昼寝とか？そいつも悪くないが、少し稽古でもしようと思ってな。狭いところでじっとしてるのはどうも落ち着かなくていいか。そういうお前さんも散歩か何かの途中のようだが。私もじっとしてるのはなんだか苦手なのよね。でも稽古って言っても。運動するには狭すぎるんじゃない？何？動くばかりが稽古というわけじゃない。これだけの広さがあればできることはいろいろある。へえ、例えば？瞑想や呼吸法はもちろん、型の復習も重要な鍛錬になる。とにかく俺たち遊撃士は実践ばかりで崩れがちだからな。折に触れて基本に戻り自らを正すことも重要だぞ。確かにここのところ型稽古なんてしてないわね。ジンさんに言われるとなんだか焦っちゃうかも。
そう気にするな。今のはあくまで一般論さ。だが思うところがあるなら取り組んでみて損はないぞ。この俺でよければ喜んで大連の相手を務めよう。その時はよろしくお願いするわね。おう、楽しみにしているぞ。俺の方はもうしばらくここで鍛錬を続けるつもりだ。竜が現れるまでゆっくり体を温めるとするさ。You better be cool, my dude. You're the lowest leveled one in this party, I mean. Peyton. Stop lying, man. How much sleep did you get last night, huh? So is there anyone else that's important that we have to talk to? Alright. Cool. So I think we're all done. No?I've talked. There we go, finally. 哨戒艇メルダー号より連絡。Only took like 17 minutes. マルダ鉱山上空にて飛行中の竜を発見したとのこと。全クルーは直ちに持ち場へ向かえ。ギルド関係者はブリッジに急行されたし。来たわね。Where's the fucking bridge at?It's flying solo, huh? You're missing half the shots, though! Oh, you're missing all the shots. Pretty much.聞いての通り、竜はマルガ鉱山上空に現れた。ディスプレイを見るがいい。マルガ鉱山、ロレントに現れたんだ。よく見つかったわね。迎撃地点はどこに設定されますか？そうだな、湖に誘導するとはいえ、オートに近づけるわけにはいかん。迎撃地点はレナート川の河口付近に設定。哨戒艇は川沿いに竜を誘導。攻撃艇は直ちに発進せよ。アイサー、こちらアルセイユ。作戦行動中の全艦艇に告げる。迎撃地点はレナート川の河口付近。全哨戒艇はフォーメーション B で、全攻撃艇は直ちに発進し迎撃地点に急行せよ。まさか彼が奴らの手に落ちるとはな。Are you talking about Joshua? いっそ俺の手で蹴りよ。いかんいかん、ここで俺が動いたら俺も彼も同じ立場というわけか。エイドスよ、混迷の大地に立つ我らを。全攻撃艇発進しました。配置完了の予定時は一蓋二丸です。うん、アルセイユ発進。アイサー、各部への動力伝達を再開。アルセイユ発進。レナート川河口南西へ急行せよ。
全攻撃艇所定の配置につきました。麻酔弾の装填も完了。よし、あとは竜が現れるのを、ま、全攻撃艇撃ち方用意。アイサーいよいよですね。The one in the middle is missing every single shot. How much EXP do we get? やった! 見事だわ。刺し物竜も手も足も出なかったが。やれやれ。スペクタクルだったね。Now is a horrible time to be hungry, my dude. バレリア古城に竜が墜落したのを確認。このまま予定通りワイヤーで拘束しますか。安全が確認され次第、着水して調査を行うぞ。アイサー。So how do we exactly capture it now? Or contain it or whatever? アルセイユ着水完了。竜の反応、未だありません。よし。この目で確かめるとするか。大尉、ついてくるがいい。君たちも来るといい。伝説の古代竜だ。滅多に見られる機会はないだろう。Alright, let's go. Yo, how do we wait? That's not it at all. This way, maybe? Hey.この子ハンサムなのに眠ってたらもったいないかも。早く目を覚まさないかな。だから目を覚ましたらやばいんだっての。しかしなんともたまげた生き物だぜ。うわー、これはすごいわね。あ、エステルちゃん。お前らも来たのか。殿下、危のうございますぞ。どうか船内にお戻りください。大丈夫です。それにしても間近で見ると本当に大きな生物ですね。これって本当に眠ってるの？ Or is it play and pass? 心音は確認されたから死んではいないはずさ。まあ普通の魔獣なら千匹は眠らせられる量の麻酔が簡単には目を覚まさないだろう。そっか。あれ、そういえばあのレーベって男はどうしちゃったのかしら。どこかに身を潜めている気配はなさそうだが。実験の要となるゴスペルはあのレーベ君が持っていたはずだね。それがここにないということは実験を放棄したということかな。
Not very likely. 竜を追っていた哨戒艇によると、人の姿は確認できなかったそうだ。It's probably the dragon's asshole. 最初から乗っていなかった可能性は高いかもしれない。無理もない。おそらく我々の作戦を知って、恐れをなして逃げたのだろう。そんな殊勝な男とは思えないんですけど。そうね。油断はしない方がいいわ。ところで、竜はこの後どこに運ばれるのかしら。とりあえずこの状態のままレイストン要塞まで栄光させる。あとのことは陛下やカシウスと相談して決めるつもりだ。なるほど。あれ？なんだドロシー。また何か見つけたの？気のせいかもしれないけど、この子の額の部分変な風に盛り上がってない？え？本当だ、丸く盛り上がってるわね。切れ目があるみたいだから、ひょっとし、まさか、そいつが本命か。 That is very fancy. It's a wrap! Onori! 逃がすものか! How? Did that motherfucker use duct tape on him or what's up? Arusei! 緊急発進だ! Yeah!Well, that's a civilian casualty. And it's another one. ダメです。誘導弾ロックしません。熱源は探知しているのに。何らかの妨害波を発しているということか。ならば手法に切り替えろ。竜の速度、さらに上昇中。時速2300セルジュ。2400、2500。2600。なんという化け物だ。警備艇の最高速度を。ですが、新型エンジンを搭載したアルセイユなら全クルーに告げる。これよりアルセイユは最大戦速まで加速を行う。各員 G に備えよ。どういうこと？急加速の G がかかります。しゃがんで姿勢を低くしてください。加速開始。絶対に竜を逃がすな。はい、マム。高度を下げました。このままではロストします。ギリギリまで食らいつく。まだ雲は切れないのか。待って、ここはどのあたり？霧降り峡谷か。ひょっとしてもう霧の中に入ってるんじゃ。 Yo, we need to slow up. We need to slow down. リュー、高度1200アージまで降下。1100、1900、ロストしました。ユリアさん、見失っちゃったの？ああ、霧降り峡谷の北西部、霧の深い難所に逃げられた。Is it artificial fog? 例の空賊アジトに。いえ、アルセイユの大きさでは不可能です。そうか、作戦終了。航続している哨戒艇に峡谷周辺を監視させろ。
アルセイユは一旦ボースに戻せ。竜が逃げ込んだのはキリフリ峡谷の北西部、空賊アジトがあった場所より奥にある霧の深い難所です。つまり飛行船を使った捜索は難しいということですね。残念ながら地上から捜索部隊を派遣するしかないでしょう。ちょっと待って、大勢の兵士を差し向けたらまた竜に逃げられちゃうわよ。そうね、ここは少人数で捜索して竜の隙をついた方がいいわ。つまりこの先はお主らに任せろということだ。難所の探索は軍人よりも我々の方が慣れていますからな。適材適所というやつでしょう。だがお主らとて捜索するあてはあるのか。確か峡谷の北西部には道らしき道もなかったはず。行き当たりばったりでは何日かけても終わりはせんぞ。それはそいつは任せとけ。お主は？アガット、ティータ。よう、邪魔するぜ。どうしてここに？それよりももう動いても大丈夫なの？怪我の方は問題ねえ、ただのかすり傷だからな。ティータ、本当？エステルステー、ティータ、エステルステー。無理はしてないと思うよ。 How much did you pay you to say that? そっか、だったらいいんだけど。体力だけは有り余っているようだな。任せろと言っておったが、作戦の顛末は聞いているのか？ああ、ルグラン爺さんから大まかなことは聞いてきた。竜はキリフリ峡谷の北西部に消えたそうだな。 When did Lugren get this briefing? そうだけど、霧降り峡谷について詳しいやつを知っている。そいつに頼めば竜の隠れた峡谷の北西部に渡れるだろう。ああ、yeah. ほう、それって誰なの。峡谷の東側に住んでいるウェムラーっておっさんだ。昔道もない北西部に渡ったことがあるらしい。そっか、あの小屋に住んでいるおじさんね。さすが遊撃士、日頃の地道な情報収集が実を結んだということだね。しかし実際に竜を見つけたらどうするつもりだ。 Whoop its ass! Break the gospel or something. お主らだけで退治できるような生優しい相手ではないぞ。竜の額にはゴスペルが仕込まれていたそうだな。まずはそいつを何とかするのが先決だろう。考えてみればあれのせいで竜が暴れたかもしれないのよね。Wait, how the fuck did Luke? 今までにもゴスペルはいろいろな異常現象を起こしているし、ゴスペルを無力化できれば竜の暴走を止められるということか。理屈としては合っている。ゴスペルの無力化というと、ケビン殿が使った方法を思い出すな。あの時はアーティファクトをゴスペルに叩きつけることでショートさせていたが、そんな悠長な真似はしないさ。フレームごとゴスペルを破壊するだけだ。何？ちょっと待って、ゴスペルを壊すってそんなこと簡単にできるの？確かものすごく硬いフレームで包まれてるんじゃなかった？それについてもなんとか目処がついた。こいつだ。それって根元に何かのユニットがはめ込まれているみたいね。今朝ラッセルの爺さんが定期便で送ってきた新発明、ゴスペルのフレームを破壊するためのユニットだ。一体どういう仕組みなんだい？ What is this? Is it like fragments of an artifact or some shit? ですね、このユニットがフレーム素材のみ崩壊させられる波長の高振動をブレード部分に与えるらしいです。振動が原因で 2,3 回使ったら壊れちゃうそうなんですけど、うまく刀身を食い込ませられればゴスペルを破壊できるそうです。よくわからないけど。さすが王国一の天才学者だ。さっきティータにつけてもらったばかりだが、あとは実際に竜を探し出して額に食らわせてやるだけだが、どうだい、
将軍さんよ。まったく、そこまで用意されたのでは。それじゃあ俺たちに任せていいんだな。うん、やれるだけはやってみるがいい。ただし念のため、飛行艦隊を峡谷の周りに展開しておく。お主らが竜を逃がした時、上等だ。無駄玉を打たせないよう、せいぜい気張らせてもらうぜ。この後、アルセイユはボース地方の上空を巡航する。竜の居場所が特定できたら、よろしく連絡をお願いしたい。うん、任せて。竜の居場所が分かったら、ジークに伝えてもらいます。私が同行していない場合も、エステルさんの近くにいるようお願いしておきましたから。殿下、同行するならば、くれぐれもお気をつけくだされ。エステル・ブライト、それからアガット・クロスナ。え？なんだ？もし竜が峡谷から逃げたら、軍が責任を持って何とかしよう。もう二度とリベールの民を傷つけるようなことはさせぬ。 Sounds good to me. だから失敗を恐れずに、やれるだけやってみるがいい。モルガン将軍、まさかあんたからそんな言葉が聞けるとはな。どういう風の吹き回しだ。何、ただの社交辞令だ。大尉、出発するぞ。Oh, what? Tita is mandatory? Fam. Ha. Together now. さてと、霧降り峡谷にいるウェムラーさんを訪ねるのよね。ああ、それよりもやっぱりついてくるつもりか。もちろんです。 But why?振動ユニットが故障したらその場で修理できますし、飛んでいる相手だったら動力砲が役に立つと思うんです。ち、しゃあねえな、あまり無理して。はい。な、何？なんだってんだ。いや、なんと言いますか、 I don't like the avatar, Estelle。今まで以上に馴染んでるなって思って。 Got the fucking Jay Leno chin popping off there. Stop it. いいことがあったみたいですね。え？何言ってやがる。焦ってやんの、てめえ。でも気持ちの整理はつけられたみたいじゃない。まあな、もう一人で突っ走って自滅するような真似はしねえさ。またどこぞのちびすけに怖い顔で叱られたくねえしな。アガトさんだな。そっかそっか、よし、それじゃあ霧降り峡谷に急ぎましょう。うん、おう。 Sweet, let's see, do we have anything in the guild for ourselves, you know what I mean? Ooh, revenue trail monster. Okay.I think we called an episode. What I'm gonna do is, I was thinking of heading to Revenue Trail anyway and head into the mines again just to scour the area and get some items that I might have missed. I've inevitably missed some stuff because I was actively trying to avoid fights and chests, because those monstrous infested chests are quite hard. And then if I don't have my MVP Agate with me, I don't wanna take them on if I can't avoid them. But next episode, man.I suppose we will meet up here, turn the quest in, the Revenue Trail Monster Quest, and then head off towards Nimble Valley. Until then, this has been your boy Caliber Gaming. I'm out of here. Love y'all and deuces.